私はこの学校での寮生活が大好きです。そして全ての生徒がこの寮生活を気に入ると思います。ぜひ自分の目で確かめてみてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。私たちは今寮の顧問ルームに来ています。ここでは全ての生徒がリラックスして気軽に友達と集うことができます。それぞれが好きなテレビ番組や映画を見たり、Wii で遊んだりすることもできます。寮の生徒はみんな姉妹のように仲良く過ごしています。ハーバガルで世界中から来ている仲のいい50人の姉妹と過ごす毎日は、日本の家から離れていても家にいるような温かさに包まれています。私たちは寮の部屋をとても気に入っています。自分たちの好きなように部屋を飾り付けることができ、みんな思い思いに写真を壁に貼ったり、家族との写真を机に置いたりしています。ハーバガルの寮は学校の最上階にあるので、授業に行くのにもとても便利です。この学校の先生たちは素晴らしく、いつも私たちを手助けしてくれます。いつも私たち生徒が積極的に授業に参加するように背中を押してくれます。また少人数制のクラスなので、先生が生徒一人一人をよく理解してくれています。私の最も好きな教科は中国語とフランス語のクラスです。6人しかいない中国語初心者向けの私たちのクラスでは、先生と生徒がお互いをよく理解し合っているアットホームな雰囲気で、毎回新しいことを学習しています。フランス語のクラスも少人数制なので、語学に力を入れたいと思っている私にとってはぴったりのクラスです。ハーバガルの授業はどの授業も大学に向けた準備を重視した素晴らしいクラスです。月曜日から金曜日までは毎晩2時間、全員が図書館に集まって勉強します。常に寮の先生が一緒にいるので、宿題でわからないことがあればいつでも質問できます。この図書館の角には生徒たちがツリーハウスと呼んでいるコーナーがあり、読書をしたり勉強したりするのに最適な場所です。私たちのキャンパスはとても広くて自然にあふれています。3つのスポーツフィールド、テニスコート、ウッドランドトレイルなどの緑鮮やかな景色を見ていると、大都市の真ん中にいるのにのどかな田舎町に来ているようです。私はサウスクワッドが一番気に入っています。天気のいい放課後には友達とここに来てゆっくりリラックスした時間を過ごしています。ハーバガルには2つの大きな体育館、ロッククライミングの壁、フィットネスセンター、そしてプールがあります。この学校ではたくさんのクラブやスポーツチームに参加する機会があり、どの生徒にもそれぞれ参加できるものがあります。ここがカフェテリアです。寮の生徒たちはここで朝食、昼食、そして夕食を食べます。毎週月曜日は寮のファミリーディナーがあり、寮の先生と寮で決められたファミリーと一緒に一つのテーブルを囲みます。ハーバガルの食事は美味しいことで知られています。メキシコ、韓国、中国、ギリシャ、カナダなどいろいろな国の美味しい料理が食べられるので、毎食がとても楽しみです。この寮の先生たちは私たちを常に見守ってくれています。毎日の寮の行事をいろいろ考えてくれたり、週末にみんなでできるアクティビティを企画してくれます。寮の先生たちは生徒と同じ寮に住んでいるので、とても安心して過ごすことができます。ハーバガルへようこそ。私はアヤナです。私はいつでも温かい家族のようなコミュニティのあるこの学校が大好きです。これからキャンパスツアーにお連れします。